かさんね、ケーキ取ったよ。すごい可愛いケーキ、びっくりしちゃうと思うよ。アンナちゃん、見える？あれ？首絞めちゃった。大野さん、おじいちゃんに挨拶しようよ、ね、ほら冷たお手で、ダメダメだよ。ほのか、あったかい。ほのちゃんのお手であったかい。ほのか自身はもともと私のお腹にいる間には元気に動き回っていたんですけれども、ほのか来たね。泣いてる。泣いてる？これ。あ、お土産。メロンパン。あ、メロンパンだじゃん。なんか世の中に私とほのかの二人きりみたいな気分になるときは。ずっと二人で同じことをやってるじゃん。時々なんか自分が何やってるか分かんなくなる。それを確かめたいときは。何をやってるのか。読むよ。最初の質問。今あなたがいる場所で耳を澄ますと何が聞こえますか？じっと目をつぶる。すると何が見えてきますか？ほのさんにぴったり。本当。美しいとあなたがためらわず言えるものは何ですか？あなたにとって幸福って何だと思います？